半々だな。半々。二人ぐらい差とか三人ぐらい差しかないのか。これだと。何人差だセン54.5% 54.、125、54。微妙だな。微妙なライン。125、125割る。いくつこれ50%だと ?50% だと 2.5人。2.5人か。2.5人ってことは、125÷50 で、2.5、あ、54.5か。120、125÷54.4、えっと、か。54.4は、2人、2人差、2.2人、2.2人差、微妙だね。 ハぁハンだな。すだちらっしゃい。ドナルト・トランプらっしゃい。テレビのクイズ番組。どうかね、これ。微妙だな。2.5人差。もうちょっとね、70%ぐらいの確率とかあれば。うん、60%とか70%ぐらいの確率があれば。 俺もどちらかって決断できるんだけどうんいや割れたね二人差ぐらいでしょ二人差、うん、どうすっか決断してもらうかちょっと聞いてみるかうちの ちょっと聞いてみます。うちのサイバーさんに。<laughs> 動画カテゴリーは激戦区でも240人が参加できるらしいよ。ちょっとサイバーさんに聞いてみます。どう思うのか。しゅシュッシュッ。 出,出演イベントイベント参加したほうがいい参加しないしないほうがいいと。 はい。上位になっても上に、跳ねられて、跳ねられていってなかったですか。すだちだから、テレビの番組に出るってことは、愛をかくあり。LINE 追加は、えっと、俺の LINEID、下に書いてあると思うんだけど、ここに。この LINEID で検索するか、プロフィールのところに QR コードを貼ってあるので、QR コードの URL が貼ってあるから、その UR URL を押すと、追加できる。 テレビにはもしかしたら出ら、弾かれる可能性はある。ただ CM は多分出れるんじゃないかなと思ってる。テロップ、意が抜けてるナイス、えぇ、ー、10月、12月のナイス3位目指した、目指したい。ありがとうございます。すいません。うん。CM には出る、出れ、出れる可能性はあるね。 CM は。ただ、テレビ番組はどうかなっていうところ。うん。ちょっともう一回アンケート答えてもらえるこれ。アンケート。今ちょっと人数増えたので、305名までいったので、ちょっともう一回アンケート答えてもらっていいかな。うん。ちょっと圧倒的差で。テレビ出演イベント。 と、さん、さん、参加、すべき、するな。もう一回ちょっと答えてください。もう一回。少なからず65%超えたら決めよう。65%。もう65%いけば、 もう半々っていう確率ではないので、65%超えた場合は、えっと、参加しないよ。参加しないに65%入った場合は参加,参加しない。ーで、65%超えた場合は参加するよ。うん。回答したありがとうございます。150名ぐらい参加、あのー回、回答してもらえて嬉しいな。半分ぐらい。半分ぐらい参加していただけると、300名いるので、 半分ぐらい参加していただけると嬉しいです、うん。ちょっとツイッターの方でも宣伝しました。えー、っと、今何名今109名。あと50名ぐらい。このままだとさっきとアンケート結果は変わらないので、50名ぐらいが参加していただけるとありがたいです。 あ、残り35名。お願いします。ちょっと車運転中の方もいると思うんですけどね、路肩に止めて安全なところでね、アンケートに参加していただけるともう一度ですけど、嬉しいです。 CM と何があるんだっけ ?CM と番組ナレーション CM 画像 CM 出演はテレビ番組の途中に入る CM 出演していただきます CM 画像はテレビ番組ねえねえじゃまた見るや。これはまあアンケートの結果決まらないでいいか あ,あと、19名。あと、17名。あ、メガホンありがとう。あと、17名。あ、あと、10、あ、ありがとうエイジありがとうございます。ありがとうございます。メガホンもありがとうね。かん。はい、残り、13名。あ、14名か。14名。150名でアンケート取るんで。まあ、割れる場合もあるんですけど。 ゆうかさん、無料アイテム投げ始まってるから、はじめに、はい、わかりました。残り頼む残り11名いや、みんなの決断で決めたい。やっぱ、リスナーね、やっぱ、こういうイベントってリスナーの協力がないとできないから。あと9名 !8 名 !6 名佐藤シいらっしゃい。アンケートにご協力ください。アンケート今やってるんでね。 ゆうがさんは絶対にイベント参加すべきはい、150名切りました。じゃあアンケート取ります。アンケート、結果発表。157名。まだ増えるかな ?160 名。じゃあアンケート結果取ります。せーの。参加するな。はい、参加するなに決定です。ということで参加しないです。これも七70名なんでね。 はい。アンケートは、え、アンケート絶対なので、参加しません。今回のね、イベントは参加しない方向で。まあ、170名、60名ぐらいいたんで、参加しません。これは決まりです。はい。申し訳ないけどね、これはリスナーの総意なので。はい。リスナーの総意でこれ170名ぐらい、170が答えたんだよね。170答えて70名ってことは、まあ結構な数だろう。 百七十、百七十割る七十一は二点三人、二点三人差、点三人違うんで、はい。なんで参加し、えー、しません。まあ結果なんでね。まあちなみになんでこういう風な結果になったかっていうのは、ちっちゃ、これなんでこういう結果になったのか。 わかりますちっちゃいわかるなんでこういう結果になったのかさっきはさっきは、えー、54%実はですねこれ僕参加しないにわざとやるようにしましたツイッターに実はつぶやいたのさっき閲覧何名だったさっき閲覧何名だった 290とか80ぐらいだったんだよね。今、360になったでしょ。Twitter にやいたことによって、僕のアンチを呼び込みました。<laughs> 実は。はい。だってそうでしょ。アンケートに参加した人間は、ちゃちゃアンケートに参加した人間は、人数は、先ほどとほとんど変わりません。 50名ぐらい、50名、40名ぐらい増えただけかな。アンケートに参加した人間が。なので、反対パワーを、えー、取り入れたという。てことで、てことですけど、申し訳ま、申し訳ございません。この結果、分かってた結果です。エントリー参加します。すいませんけどね、初めてのイベント参加させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、ここにいるリスナーさんね、 えー、参加、えー、参加すべきだという意見も多かったと思うんで、えー、参加しますので、はい、イベント参加します。よろしいかな、それで。なんか不満がある人がいれば、はい、参加します。僕はわざとツイッターでつぶ呟いたんです。多分、結果が変わらないなと思ってたの。結果が多分、同じ人間がアンケート答えてるので、結果変わらないと思ってたんで、 はい。実はつぶや、えー、ツイッターにつぶやさ、つぶやかせていただきました。僕のツイッター見ていただければわかりますけど。はい。えー、これはもう結果分かってたんでね。そんで、うん。でなんだけど、ちょっとまあみんなに相談だ、ここで。ここでみんなに相談なんです。 ちなみに、これ無料アイテム投げれるんで、ちいちゃん、無料アイテム投げれるから、そうでしょ、有料アイテムだけではないので、で、これなんだけど、これさ、まず番組出演は、断られる可能性が高いので、番組出演はしません。で、狙うのは、CM 出演と、CM 画像はクイズ番組の途中に入る CM に画像で出演していただきます。 ご,すご,ご提出いただいた番組を使用しますということなので、こちらとこちらでいいから、CM 出演と CM 画像でいい。俺、テレビに絶対出れないから、100%。絶対運営にけら,られるから、絶対に。近藤組長がそうだったから。なので、ね、ナレーションは俺、滑舌が悪いので、うん、CM はいけるんだよ、ビッグホーン。知らないだろ。 CM は裏があるんです、これは。なんでかというと、動画撮影だからなんです。15秒の CM だから。ビッグボンさん、わからないね、それね。なんで、こちらの方と、こちらの方は、こちらの方を、ちょっとやろうかと思ってるんですけど、どうでしょう。ちょっとテレビは無理だから、絶対に。断られるから、無意味になっちゃうから、 なので、なるべく皆さんに見せたいので、この CM と CM 画像でよろしいですか多分こっちは無理だと思うんだよ。激戦だと思うし。これでいこうと思ってますので、エントリー。よろしいですかなんか意義があれば。テレビに出てもらいたいよって、ね、クイズ番組出てもらいたいよって言うんだったら、クイズ番組出るけど、まあ、出れるかわかんないけどさ。 ま、あそちらの方でじゃあいきます。エントリーしますんで。これエントリーできるんだよな。うん。ちょっとやりますね。えー、っと。えー、っと、顔出し。参加する予選のブロックを選んでください。顔出し。顔出しだよね。顔出し。 番組出演、CM 出演、C、CM 出演。で、番組出演。第1希望が CM 出演、第2希望が番組出演。予選顔出し。えー、第1希望が CM 出演、第2希望が、えー、番組出演。これ、 じゃあいきます、エントリーします。ポチッ。はい、エントリーしました。で、エントリーしたので、これ、この枠で、多分アイテムが投げれると思うんだけど、どう投げれないどうなんアイテム投げれる俺に。 二つ、二つにっていうかね、どっちか、第一希望と第二希望を選べんだよ。無料アイテム投げれる今。どうなんだろうエントリーしてからす、できないまだ反映されてないんだ。どうなんだろう みんなやった皆さんのご協力のおかげで、ありがとうございますなんと 今日皆さんが頑張っていただけたおかげでなんとあれえ、マジで寿司ランキング松延総合ランキング8位になりました総合ランキングねいあの、このこ 10日間か。10日間の、10日間か1週間の総合ランキング8位に。多分10日間か1週間ぐらいだったんだよね。で、ランキング8位に入りました。ありがとうございます。フワッチポイント5000ポイントがもらえるっていう8位。ありがとうございます。5000円がもらえる運営から。ありがとうございます。 いやーありがとう。びっくりした。運営から来てた。多分五5000円来てると思うんだよね。ちょっと待って、見てみるよ。5000ポイントって何なんだろうな、これ。よくわかんねえんだよな。5000円なのかなそれともフワッチポイント。あ、来てるやっぱ5000円だ。寿司ランキング5000円来てる。ありがとう あ、カテゴリー選んでログインしないとダメなんだ。あ、じゃあこれワクキティ一回、一回ワクキティ、一回ワクキティ、あの、イベント参加するんで、いいっすかカテゴリー選んでラン、すいません切。切らしていただきます。このまんまね。すいません。